皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。小さな子供は、どうして意味もなく、うんちや、おちんちんと下品な言葉を連呼したがるんだろうな。ファミレスや公共の場所で子供が下品な言葉を叫んで、お母さんが頬を赤らめるのは令和の今も昭和の昔も同じね。過激な下ネタギャグ漫画を読んでいた昭和の子供ならまだしも、今ではそんな漫画はあまりないんじゃないのか。確かに過激すぎる表現は、漫画に限らず批判の対象になりがちで、昭和の頃のような過激でヤバい漫画は少なくなったね。よし、じゃあ今回は、今では連載不可能？昭和の過激でヤバい漫画についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。最初に紹介するのは1970年から1977年にかけて、週刊少年ジャンプで連載されていたギャグ漫画、トイレット博士だよ。昭和を代表するお下品ギャグ漫画の傑作だけど、こんな、うんちばかりの漫画は今ではとても連載できないんだぜ。1959年創刊の、少年マガジン、少年サンデーに比べ、1968年創刊の後発誌として誕生した、少年ジャンプは、すでに人気漫画家として活躍していた赤塚不二夫さんを週刊連載という形で起用することができず、当時の、不二夫、プロのアシスタントたちとの交代掲載という形で起用。その時の作品が、当時、赤塚先生のアシスタントとして活動していた鳥居和義先生の、トイレット博士なのよ。赤塚先生のアシスタントとして活動していた新人漫画家たちにとっては絶好のチャンスになったわけだな。うんちの研究に情熱を注ぐ科学者で医師の主人公、トイレット博士たち登場人物が繰り広げる下品かつ奇想天外なストーリーでたちまち人気になったものの、トイレット博士は他のキャラクターたちに押されて徐々に登場回数を減らし、主役を奪われていくことになるのよね。トイレット博士というタイトルなのに主役を下ろされるあたりは、鳥居先生が支持していた赤塚不二夫先生の、天才バカボンと同じなんだぜ。第一部では語尾に、ダラとつけるのが口癖のトイレット博士のライバル、ダラビチ博士や、バキュームカーの運転手タメヤン、うんちを愛する少女うんこちゃんなどが活躍していたわね。漫画のキャラクターの職業がバキュームカーの運転手というのが、いかにも昭和だな。昭和のちびっ子たちは、バキュームカーが近くを通るだけで鼻をつまんで大騒ぎだったけど、今のちびっ子はバキュームカーの存在そのものを知らないだろうな。第2部以降はうんちネタに加え人情ギャグ要素も加わり、語尾に、ダッチをつけるのが口癖の砂見先生たちが結成したメタクソ団のメンバーを中心とした物語に変わっていったのよね。かわいそうにトイレット博士の出る幕はすっかりなくなっちゃったんだぜ。メタクソ団のメンバーとして活躍するのが、坊主頭にたらこ唇、10円ハゲがトレードマークの一郎太、三日月ハゲに長い眉毛が特徴の三日月、いつも鼻水を垂らしているチンボーたちだったわね。当時の小学生たちは砂見先生を真似て、七年殺し、なんて叫びながら、友達のお尻に干潮をしたものだけど、今なら大問題なんだぜ。あははは、確かにそうだわね。トイレット博士にはすっぱだかの砂見先生がフルチンで、七年殺し、を決めたり、それによって大量のうんちをお漏らしするなど過激なスカトロシーンがたくさん盛り込まれていたわね。それどころかうんち大好きうんこちゃんが喜んでうんちを食べる過激なシーンもあったんだぜ。今なら完全にアウトだね。創刊2年目からスタートした連載は7年間に及び、少年ジャンプを人気雑誌にのし上げた立役者にもなったのよね。鳥居和義先生の出世作で代表作となったものの、過激な表現で物議を醸した問題作でもあったんだぜ。次に紹介するのは、1972年に、週刊少年マガジンで連載されていた永井豪先生のギャグ漫画、おもらいくんだよ。あう、何かと世間の物議を醸す問題作を世に送り出している永井先生だけど、この、おもらいくんの主人公は、いわゆる、こじきというやつだな。そうだね。主人公の小学生、おもらいくんは物乞いをして暮らす心優しくバイタリティ溢れる少年なの。全身が分厚い赤に覆われた不潔そのものの体で、どれだけ腐ったものを食べてもびくともしない頑丈な胃腸を持つキャラクターなのよね。今でもホームレスの方はたくさんいるけど、物乞いをしている姿はさすがに見かけないよな。それにしても今では絶対にアウトなキャラ設定なんだぜ。本当だわね。おもらいくんにはお姉さん的な存在のこじき、おこもちゃんがいて、おもらいくん同様に不潔の塊ながら、
長井豪先生の作品らしいボロ布をまとっただけの露出の多い格好で登場していたわね。いかにも長井先生らしいサービス精神を感じるんだぜ。それにしてもこの頃は漫画の中のセリフに、古事記というセリフを連発しても問題なかったことに驚くんだぜ。確かに今なら一発アウトだわよね。もう一人の登場人物がオモライ君の育ての親であるコジジイで、ミイラのようなガリガリの体に大きな白ひげがトレードマークだったわね。オモライ君はこの、古事記3人組が主な登場人物というわけだな。オモライ君が通う小学校では、給食当番のオモライ君が配膳したカレーを食べた先生が食中毒で亡くなったり、オモライ君が書いた手紙を好きな男の子がくれたラブレターと勘違いしてキスしたことが原因で、クラスメイトの女の子が亡くなったりと、オモライ君の不潔さが原因で命を落とすキャラクターが続出するのよね。うっぷ、単なるギャグ漫画でなく、いかにも長井豪先生らしいブラックユーモアの効いた漫画なんだな。この漫画はとにかく汚物表現が満載で、他にもオモライ君を恐れる先生が、警たちの前で気候に走ったばかりに教師を首になったり、音楽の先生がオモライ君が自分の赤で作った縦笛を口にしたばかりに狂ったりと、命を落としたり発狂するキャラクターが続出。校長先生は4階の窓から飛び降り、教頭先生は凍えて亡くなりとはちゃめちゃな展開なんだよ。昭和ならではの過激でヤバい漫画なんだぜ。1972年に連載されていたということは、短期間で連載が終了しちゃったんだな。オモライ君は長井先生自身もお気に入りのキャラクターの一つだったそうで、編集担当にも気に入られて好評だったそうだけど、テレビアニメ、デビルマンの放映と連動した連載が条件だったためにしぶしぶ終了させたそうだよ。今なら完全にアウトな昭和ならではの激ヤバ漫画の一つなんだぜ。次に紹介するのは山上達彦先生のギャグ漫画、イボグリ君だよ。1975年に、増刊ヤングコミックに読み切り掲載された後、1982年に、漫画アクション増刊スーパーフィクションに連載されたものが単行本として発売されたけど、現在は絶版となっているわ。山上達彦先生といえば、週刊少年チャンピオンに連載していた、ガキデカが大ヒットしたよな。昭和の小学生たちは、小回りくんの、アフリカゾウが好き、八丈島のキョンなんて意味不明のギャグをよく真似したもんだぜ。イボグリ君は熱血柔道少年を主人公にした福栄一先生の柔道漫画、イガグリ君のパロディキャラクターを主人公に据えたギャグ漫画で、主人公の見た目はそっくりながら、熱血少年とは真逆の極悪非道ぶりを披露している今なら完全にアウトのギャグ漫画なのよ。漫画のタイトルや見た目からは、ちょっと下ネタのテイストも感じるんだぜ。主人公のイボグリ君は、本家のイガグリ君と同じく柔道が得意。でも、やっていることはサイコパスそのもので、道端ですれ違った顔なじみの牛乳屋さんにダイナマイトを投げたりと極悪非道。ライバルとの果たし合いの場でも、柔道技など一切使わず、銃でズドンとやっちゃうのよね。この作品は本当にギャグ漫画なのか？まるで残酷なシーンばかり出てくるスプラッター漫画みたいだな。ところが平然とした顔でダイナマイトを投げておきながら、相手が吹っ飛ばされると、しっかりしろ、と抱き起こしたり、やってることがはちゃめちゃのギャグ漫画なのよね。下ネタも満載なのか？鋭気な表現も過激そのもので、ライバルの恋人を薬で眠らせ、無理やり鋭気して写真を撮って脅したりとやりたい放題。イボグリ君のせいで亡くなった相手の妹を、平然な顔をして無理やり鋭気するなど、とにかく今では完全にアウトなシーンが満載なのよ。それでもギャグテイストなんだよな。そんな行為を悪びれる風もなく平然とやっているところが面白く、そしてサイコパスなのよね。悪役非道の限りを尽くしながら、最後は大きな夕日に向かって、明日はきっと日本晴れだぞと大きく両手を広げるシーンがお決まりとなっていて、ここまで狂ったギャグ漫画はそうそうお目にかかれないわよ。それはぜひ一度読んでみたいもんだぜ。最後に紹介するのは、怪物くん、笑うセールスマンなどで知られる藤子不二雄 A 先生が、1969年から1970年にかけて、少年チャンピオンで連載していた、巨人軍だよ。ちょうど、読売巨人軍の V9 時代の作品だな。当時は、巨人の星、侍ジャイアンツなどジャイアンツをモチーフにした漫画やアニメが大人気だったけど、まさか、巨人軍とは、今ならコンプラで一発退場間違いなしなんだぜ。巨人軍はタイトル通り、主な登場人物がすべて、引き違いという、とんでもない作品で、
連載終了後は封印作品扱いとなり、一度も単行本化されていない伝説のギャグ漫画なのよ。この作品は一応野球漫画なのか？会社をサボって京楽園球場を覗こうとしたことをきっかけに、強人軍のメンバーたちに関わるようになるサラリーマン主人公を描いたはちゃめちゃコメディで、各話のタイトルにも、キチガイというワードが含まれる完全アウトのギャグ漫画なのよ。京楽園球場というのが笑えるんだぜ。巨人の星や、サムライジャイアンツには、実在の巨人軍の監督や選手たちが実名で登場していたけど、まさかこの、強人軍には登場しないよな。ところがキャラクターこそ全く別人なものの、登場人物の名前は川上監督、長島、王選手と、実在の選手や監督の名前をパロディ化、もしくはそのまま使っていたんだよ。精神疾患に悩む人だけでなく、巨人軍の選手も侮辱するようなギャグ漫画だったとは驚きなんだぜ。いくら昭和40年代のこととはいえ、よくこんな漫画が連載できたものだな。王選手が打ったホームランボールが頭に直撃して、発狂した状態で蘇生する主人公のマルメクランド、犬の真似をして街を歩くなどおかしな行動をするピッチャーのキチキチ、人間相手にバットやチェーンソーを振り回すミスター狂人軍長暇など、狂った登場人物たちが繰り広げる放送禁止用語満載のナンセンスギャグ漫画なのよ。封印作品だと余計に読んでみたくなるから不思議なんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。